はいどうも、アキです。星空の神域神々の王、いわゆる神々にリョフソニパーティーで挑んでいきたいと思います。これはね、リョフソニがどれくらい強いかを可能性を探っていく動画です。僕の中で挑戦で、まあ育成が追いついてないのは許してください。どうなのかな、これ闇の全体か火の全体を混ぜとけ勝てるみたいな感じなのかな。なんか回復力は6000ちょいか。なんか僕あんまりリョフソニ使わないんですよね。なんか火力が微妙だなっていう、正直。なんか対なんか何がしたいのかよくわからないなっていうところが正直あるんですよね。耐久がしたいのか攻めたいのかみたいな。瞬間火力は呂布のおかげで出るみたいな感じですよね、多分。1回6800でプラスをまだ振るからペルセポネとかに、まあ、7000回復して、で HP は3万ぐらいか、ちゃんと育てれば。うん、呂布ソニーの動画出すの初めてかな。やっぱ残るんだな、中途半端な攻撃では。でもまあ、ジンを、てか、普通に考えて、あれですね。ただ神々回るだけだったら、ペルセポネじゃなくて、ハクの方がいいですね。列強化が2つ増えて、かつ、ペルセポネの変換使わないですよね、どう考えても。最後3つ、ジンバンバンバンと出ばいいのでね。はい。ふんふんふん、神々はリョフソニーで回った方がいいのかな、どうなんだろう。サタンで回るのと、火も闇も平等なぐらい強いよね。 火でも闇でも攻撃できるというところですよね。まあ一発目ペルセポネ行きますか。じゃあせっかく連れてきたし、失敗した。まあいいや。さあ火力どれくらい、微妙。火力でまあ赤ソニア使おうか。火力微妙だな。はい、これでも全部究極させたら操作時間に3つつくのでやりやすいですね。おお、こんなもんか。で全部ボスからパンチ受けれますね。受けれるということを証明するために一回受けましょうか。ほら受けれます。でジンで、ジン偏ったらもう一個使ってもいいですね。はい、じゃあ行きます。さあどれくらいの火力が出るのか。ワンワン超えてる。まあまあの火力か。大体のボスはワンパンできそうですね。うんうん。ということで、リョフソニの可能性を探ったんですが、結果、リョフソニ、強し！リョフソニ、育てよう！赤ソニア、スキル上げよう！究極進化させようということでしたね、結果。ということで、これからリョフソニの動画も頑張って撮っていきます。ご視聴ありがとうございました。アディオス。